こんにちは、サイズ山です。まあ、ちょっと明日久しぶりの試合なんで、まあ、1分で短い時間ですけど、まあ、初めてのルールで、まあ、どんな感じでやろうかなみたいな、どんなに考えてます。しっかり楽しんで勝ちたいと思います。北海道です。まあ、対戦相手の平野さんは知名度も実力も、まあ、申し分ないので、まあ、でもネットニュースとかで書かれていることが本当にあれば、まあ、本当どうしようもない震えながら思うんですけど、まあ、でもプロってすごいんだなって思いました。まあ、こうやって一大門さんと試合が決まって、まあ、プロのいるチームのところで、まあ、少しですけど、まあ、スパーリングやら練習をしたんですが、まあ、プロってこんなにすごいんだなって、どんなに努力をしてきたんだろうなって、まあ、そこは素直にすごいなってことは思いました。まあ、でも、ここですね。明日、僕が勝ったら、まだ見えてない景色も僕はいろいろ見えてくるんじゃないかなって、本当に明日は大一番だと思います。僕が1000万以上の価値を明日掴みに行きます。そうですね、まあ、僕はなんか毎回その目立ってる団体に行ってたんで、まあ、正直今一番じゃあどこが知名度あるって思った時に僕はブレイキングダウンだと思ってて、でブレイキングダウンはブレイキングダウンで、その、まあ、今 J1 だったりラインだったりいろんな団体ありますけど、僕はその1分っていう時間、まあ、これはこれですごいこう難しい競技だと思ってるんで、まあ、僕はすごいこうなんだろう、俺はプロだからどの方だからとは思ってなくて、このルールはこのルール その、まあ、プロがあるように、この、まあ、自分はこのルールが一番流行ってるのはこのブレイキングダウンだと思うから、この1分でルールは初めてなんで、まあ、すごい楽しみはありますね。はい、ありがとうございます。対戦相手についてはどうでしょうか。いや、まあ、まあ、まあ、細川君は、まあ、背も高いし、まあ、実際そのプロの僕らのプロのね、団体、まあ、イベントで、まあ、プロで僕ら3分とか5分とか、まあ、長いラウンドで戦うんですけど、まあ、このブレイキングダウンっていうので、この1分っていうこのブレイキングダウンはそのちっちゃいやつも大きいやつに勝てる可能性もあるし、まあ、いろんなこう、まあ、こういう体重関係なくできるから僕はすごいこう楽しみです。まあ、実際その体格の差はあっても、まあそこはまあ自分も初めてやからどういう感じでやるか悩んでるんですけど、まあ、でもまあやっぱりずっと投げ練習なんで、まあ、また新しいものにこう、まあ、チャレンジするというか、僕はすごい挑戦する感じがあって楽しみです。そうですね、まあでもまあ、1年契約ということなんですけど、僕はブレイキングダウンで、まあ、1年間は他の団体出てるんでね、そういう契約になったので、まあ、別に今考えている時点で僕はプロになりたいとか、そういうことは別に考えてはないです。でも、なんかいろんなものを、まあ、この試合勝ったら手に入れるだろうなって、想像もつかないことも起こるんじゃないかなと。ジャパントップチームで一緒に練習をしている立場として、タイガー・キザエモン選手の現在の仕上がりとかっていうのをどのように見ていらっしゃいますか。まあ、キックボクサーとして普通に全然レベルは違うのかなと思ってます。ただやっぱり1分っていうのは何があるかわかんないので、その部分でやっぱりこう実績だったり経験を積んできるのは細川君から、まあ、そこら辺の化学反応がどんな状況が起こるのかっていうのは興味があります。特にどういう点を強化してきたというところを気にしていただきます。いや、全然何も考えてないです。なんだろう、普通に練習しますし、まあ、別にそのこのルールをなめてるわけでもないんですけど、まあ、僕、学生やってるのに普通にスパーリングが好きやから、ジャパントップチームでもなんだろう、まあ、言ってるのが強いやついるから、強いコーラで一回殴り合えるんで、まあ、それが好きで言ってるだけなんで、なるほど、まあ、僕は普通に単純に殴り合いが好きなんで、で、まあ、それを
しかも今回この1分という時間なので、これはその、まあ、例えば細川君がここからこう、じゃあ僕の試合して、じゃあプロなんでどうか、プロがやっぱその3分、5分なんで、もっと練習もしてると思うし、まあ、難しく、まあまあ、なんだろう、また別ジャンルだと思うんですけど、この1分なんですげえ、これは面白いし、逆に素人が、まあ、素人がじゃあすぐプロでやって勝てるから、これ絶対勝てないと思って、ただまあ、なんだろう、その僕は自己ボールでジムやってるから、その、なんだろうな、短い期間で、いい指導者だったら、まあ、プロとかにも勝てる可能性があるのは、この1分というルールだと思うので、まあ、それはそれですけど、俺は楽しいし、で、俺はして、そこはこの1分というルールでも、しっかり対応できて、大きいやつでも全然大丈夫だよっていうのを、まあ、見せれる自信があったんで、今回は。